ピアノ調律師、ピアノ調律師、ピアノ調律師、英語、ピーパーノトゥーナーは、ピアノの調律や、保守管理を専門に行う職業である。工房で修理を手掛けたり、メーカーで設計、制作に携わる者もいることから、ピア技術者、ピアノテクニシャンやピアノ製造技師、ピアノビルダーとも呼ばれる。また、古いピアノをオーバーホールによって復元させる、ことなどから、ピアノ修復家、 ピアノリーバルダーと呼ばれることもある。日常的なピアノ調律以外に、メカニックの調整、ピアノ成長や、ピアノ声音、A、ボイシング、毒、イントネーション、修理、オーバーホール、修復などを行い、ピアノに関する様々な専門知識や技術を必要とする。一般家庭や音楽教室、音楽ホールなどピアノが設置されている部屋での、 出張作業が多いが、同時に工房や工場などで修理や修復作業を行うものも多い。また、防音室や消音装置、温度や湿度の管理について、ピアノの使用者の相談を受けたりアドバイスをすることもある。前述のように調律師のほか、技術者や製造技師、製作家など呼び名はタターが、ピアノ調律師と呼ばれるのはピアノが設置されている。 出張先で調律を主とする技術的なメンテナンス業務を本業とするものに使用されることが一般的である。会社に所属している常勤の社員や非常勤の食卓、独立した自営業者やフリーで他の仕事と兼務するものなど勤務形態は様々である。コンサートやレコーディング時にピアノの調律、メカニックの調整や声音を演奏家の予防に対して 的確にピアノへ反映し、主にコンサート会場やスタジオにおいて音作りを行う、ピアノ調律師のと、コンサートチューナー、コンサートチューナーという。しかし、名称自体が曖昧な部分があり、事象を超えない場合が多々ある。技術者、または製造技師という点から見ると、ピアノが発明されたとされる1709年に遡り、 バルトロメオ・クリストフォリア・ジルバーマンらの名が上がるが、調律師を出張するピアノ技術者と考えるなら、プロシアの大王フーリドリッヒの城に出張して、ジルバーマン製作のピアノを大修理したと伝えられる、ヨハン・アンドレアス・シュタインがピアノリッシュの元祖の一人とされている。18世紀においてピアノは演奏中の調律の乱れや断言は日常的なものであり、また構造的にも、 シンプルであったので、弦楽器のように奏者であるピアニストが、調律調整に当たることも珍しくなかった。19世紀の後半入り、ピアノが次々と改良され成功なものになってくると、アクションの成長、ハンマーの声音、調律、その他複雑で、精度を要する作業を演奏者の希望に応えて、確実に実行するために、専門的な技術と経験を持った技術者が必要になってくる。 そこで、ピアノ制作技師たちは調律師の養成に積極的に乗り出し、後に、徒弟制度による練習生を採用するようになってきた。日本には1800年代末頃から西洋より、ピアノが伝わり、西川虎吉やヤマハトラクスノキラが競って、純国産のピアノ製造が始まる。その前後には調律師は存在し始めていたものと思われるが、 ピアノ調律師という言葉が世に出たのは、西川虎吉の弟子であった松本新吉、後に破門されるが1896年に出した広告と言われている。明治大正の時代の一部の上流階級の屋敷に出入りするピアノ調律師は、山高帽子に洋服姿を決め込み、人力車に乗って出かけたと言われているが、日本でピアノ調律師という専門技能者に、 社会的テータスが与えられたのは1930年に全国ピアノ技術者協会が設立されて以降のことである。技術者の要請は第二次世界大戦後ピアノ産業が復興し始める1950年頃までは徒定制度、職業校などが一般的であったがピアノ製造が量産体制に移っていく1960年頃には技術者の不足を補うために 集団教育が行われるようになる。ドイツの手工業には職業ごとにマイスター制度があり、その中にピアノ制作マイスター、クレビア・ワームスターという資格がある。このマイスター制度は誰でも職業資格取得のため見習い社員になることができ、楽器店やピアノ工場などに就職後、数年の実務経験を経てマイスター学校に入学できる。 修了試験を終えマイスターの国家資格を取得できるが、その内容は、ピアノの調律、制作技術に関する専門的な知識や技術だけでなく、法律や一般市民法、簿記まで含まれる。このマイスターの称号を取得することにより、楽器店やピアノ工房を経営したり、弟子、見習い社員を取ったりすることができる。ドイツのマイスター制度と同様、 ピアノ技術者の資格が法的に制度化されており、少なくとも3年の研修の後、試験を受ける必要がある。この研修は、マイスターの下で行われ、試験は国家により行われる。フランスのピアノ技術養成機関として第一に挙げられるのは、欧州音楽職業研究所、アイテムがあり、以前は、国立の機関だったが、現在は私立になり、フランス教育省が交付する。 職業的聖書、CAP の弦を準備するために重要な役割を果たしている。CAP はドイツのマイスター制度に相当するが仕事をする上で必ずしも必要ではない。CAP 取得者が中心となったフランスピアノ技術者協会が組織されており、その会員であるピアノ調律師は2004年現在約200名程度である。 ピアノ調律師になるには、通常、学士号以上の取得が必要と言われているが、音楽能力を重要視するケースも多い。専門の養成機関もあるが、コンピューターの発達により、高性能な調律機器がある現在では、通信教育が一般的になってきている。その場合、講座終了後は経験者と共に実習を重ねることが必要になる。2005年現在、 全米での調律師の数は約4800人である。国家による制度、資格はないが、北米のピアノ調律師が中心となった組織、PTG、ピアノテクニシャンズギルドイコール、北米ピアノ調律師協会があり、同協会員を対象に協会が主催する RPT 試験がある。この試験を受け合格すると、RPT の資格が得られ、登録ピアノ技術者、 レジスタードピアノテクニシャンとなる。ちなみに、PTG の協会員、2012年現在約4000人は、アソシエートメンバーとされ入会試験はなく世界中の、誰でも入会することができるため調律師のほかに、ピアノ講師、ピアノ愛好家なども含まれる。日本国内において、ピアノ調律師の職業に就くためには、ピアノメーカーなどに付属する養成機関や、専門学校、 音楽大学の調律家などに入り、必要な知識や技術を学ぶのが一般的である。入学する条件は、養成機関や各種専門学校により様々だが、一般的に音に対する感覚が優れていること、指が1オクターブの鍵盤に楽に届くことなどが必要とされており、他に学科試験や適正検査、年齢制限のあるところもある。 養成期間は1から2年で、卒業後は、楽器店やピアノ工房などで経験者の元実務経験を重ねていく。ピアノ調律師の数について正確なデータはないが、会社に所属している調律師や自営業者、フリーを合わせて2012年現在、6000人程度と見られている。ちなみに、国家検定、ピアノ調律技能検定試験の合格、すべての級で、 を入会の条件としている、一般社団法人日本ピアノ調律師協会の会員であるピアノ調律師は2012年現在約3000人であるピアノ調律の技能を証明する唯一の国家資格としてピアノ調律技能士があり厚生労働省の試験指定機関である一般社団法人日本ピアノ調律師協会により実施される技能検定試験に合格した者をなお この資格がなくてもピアノ調律の仕事をすること自体は違法でないが資格のない者がピアノ調律技能士を名乗ると職業能力開発促進法により罰せられる。以下はピアノ調律使用制を目的としたピアノメーカーの養成機関及び各自治体に認可された大学専門学校である。コンサートチューナーという公的な資格は存在しないが ピアノメーカーであるヤマハ、カワイ、スタインウェイサンズ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインなどが独自にグレード制度などを設け、研修を行っている。基本的にはそれらのピアノメーカーに所属しているピアノ調律師の中から研修を重ねた者が選出されて育成される。しかし、中にはどのピアノメーカーにも属さず独自に人脈や実績を構築していき、 著名演奏家や大手の工業会社、コンサートプロモーター、レコード会社などから直接の信頼を得て、コンサートチューナーへと躍進していく者も,もいる。近年の作品では、羊と鋼の森も、調律師について書かれている、小説。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。